はい、皆さんこんにちは。こちら iOS11 を入れた iPad Pro なんですが、今日はねちょっと主要機能をデモしていきたいと思います。まずはねコントロールセンターからですね。でコントロールセンターは、10.3 の時はですね、この左側に画面関係の設定の部分とですね、でスワイプすると右側に、これエアプレイや再生関係のコントロールセンターが現れていたわけですよね。で今回はですね、このように、下からスワイプをするとですね、このマルチタスクの切り替えと、コントロールセンターが統合されたような、画面になりました。でこれねよくわかんないのでグッと長押しするとね項目が出てきます。でモバイルデータ通信や Bluetooth、 インターネット共有、 AirDrop、 Wi-Fi、 機内モードなどのオンオフが、こちらで行えるということで、これインターネット共有のねオンオフは前はね確か設定画面しかなかったんで、今回ね楽になったかもしれないですね。でこの再生関係のパートはね、これも長押しするとこれ右側にね AirPlay の切り替えが出てきたりします。でこう大きくしなくても右の角っこを押すとですね AirPlay の切り替えが出てきます。で、あとはねこれは明るさの調整はこのままでも可能なんですが、詳細設定でこちらナイトシフトと、トゥルートーンというのが切り替えができます。でここでもできる。で、あとはボリュームもねここでもできるが、大きくしてもできるという仕様になっております。でお次ドックですね。でドックはねこのように、ここにね最大15個のねアプリを置くことができるらしいです。で右側にはねこの3つの直近のアプリってことですけども、でこれねアプリを立ち上げた状態で下からスワイプをするとね、このように立ち上がるわけですけども、でこれね今ドラッグ&ドロップ的なこと、これスライドオーバーというらしいですが、今ねサファリを上に乗っけてみました。でこれ下にスワイプするとこれ見慣れた画面スプリットビューになるわけですね。ただ今回はねこのマルチタスクは2種類楽しめるということです。でこれまた上から下にスワイプすると、これスライドオーバーに戻って片付けることもできます。それで同じことがねピクチャーインピクチャーの再生中でもできちゃうんですね。こちらでこれはねこれちょっと前からできるようになっていた、この動画のね小さい再生画面ピクチャーインピクチャーですけども、この状態で何かねアプリを、これメールにしましたが立ち上げます。でこの状態からまた下からねスワイプをするわけですが、でドックを出して先ほどねしまったサファリをね立ち上げると右からペッて出てきましたよね。でこれ別のアプリでこうかぶせるとね、こう押しのけることも可能で、で片付けることも可能です。でお次が純正メモですね。でこれ純正メモはねこの iOS10.3 ではこれいきなりね書き込もうとしても Apple Pencil では書けなくて、で右下の手書きボタンを押すとね、これ手書きの画面に切り替えていたわけですよね。で今回はねこの11からいきなりこの Apple Pencil をね、このメモの白い部分にですねこう書き込んでいくわけですけども、そういきなり書き込めちゃうんですね。これかなりね変わった部分じゃないかと思います。それでこのテキストをねその下に打ち込むこともできるということで、これ結構ねこのアクセスがこれ一手減ったって感じで、ちょっと楽にはなったんじゃないでしょうか。であとはねインスタントメモって機能もねありまして、でこちらねこの6画面でこの Apple Pencil でタップするとね、いきなりこのメモのね手書きがね立ち上がって、でこれ何かを書いてそのままね自動保存されるそうなんですよね。なかなか便利です。であとはねスキャン&サインということで、このメモアプリにはねこの右の下にこのプラスってボタンがあってね、これを押すとポップアップ出るんですけども、一番上にね書類をスキャンっていうのがあるんですね。なんでちょっとねスキャンやってみたいと思いますが、でこの状態でね今ちょっとねフォーマットの書類をねこう読んでるんですけども、近づけるだけ で今ピンを合わせて取りましたよね。でこの状態でね書類をタップして、さらにねこれ Apple Pencil でタップすると、そう手書きのねこのモードになるわけですよね。
して、ここでこう文字を書き込んで、まあ、書類が完成するということでですね。まあ、ちょっとね、この印鑑社会のね、日本においてどんだけ活躍するかは疑問なところありますが、まあ、あとはね、これ署名も作れたりとか、あとテキストの定型文が作れたりとかね、まあ、そんなこともできるようで、まあ、契約書とかね、まあ、こう送られてきたのにサインして送り返すみたいなことが、まあ、これね、この印鑑のない欧米では可能なのかなということですが、で次はね、ドラッグ&ドロップですね。まあ、このメモアプリはですね、まあ、このスライドオーバーを使って、まあ、例えばこのサファリからね、ドラッグ&ドロップができます。リンクの貼ってある写真をドラッグ&ドロップするだけでですね、まあ、このリンク付きのイメージが貼れるわけですね。これなかなかね、いい機能ですよね。これタップするとね、飛ぶんですね、そこにね。それとね、まあ、このドラッグ&ドロップは、まあ、この写真でもね、可能なんですね。で、これ写真アプリをスライドオーバーしまして、まあ、それでこれね、出てきたものをドラッグ&ドロップするんですけども、これね、1個だけじゃなくてね、複数できるんですね、同時に。この押した状態で指でポンポンポンと押すと、この枚数増やせるんですよね。ただちょっとやっぱね、片手でやりづらかったんで、まあ、これおそらくね、両手でやった方が楽なんでしょうね。だから例えば、左手で1個こうやって引っ張って、ドロップ直前にポンポンポンと。これはね、マルチタッチという名前で Apple は呼んでいる機能のようですね。でこれちょっとね、7枚にしたから時間かかりましたが、まあ、こんな感じでね、一気に貼れるわけですよね。で、同じことはね、メールアプリでも可能です。で、これメールアプリのね、新キーを書いてるとこで、まあ、これ、ドラッグ&ドロップして、ポン、ポン、ポンとね。そうするとね、これ、複数枚が一気に貼れちゃうわけですね。で、あとね、マークアップという機能がちょっと面白いです。これはね、スクリーンショットをね、通常通りしますと、まあ、これ左下にね、こうちっちゃい画面が出るんですよね、スクリーンショットの。で、それをタップするといきなり手書きの画面になります。まあ、それで何かね、こう友達にこれいいよとかって送るのに、ババッと書いて、それで共有ボタンを押すとですね、まあ、これメッセージ、メールのほか、まあ、LINE や、まあ、その他ですね、まあ、この機能が連携しているアプリについては、まあ、そのまま送ることができるんですよね。で、ドロップボックスなんかに保存することも可能なようですね。だからね、結構これは新しい機能ですよね。ただですね、その書き込みの後にこう保存を選ぶんですけども、まあ、こう基本的には書き込んだものしか保存されないようです。それでね、次はファイルアプリというね、まあ、一応ちょっとこう目玉として Apple が扱っているものですけども、まあ、目玉なのかちょっとわかんないよね。で、立ち上げてね、あれと思ったのは、これベータ版のねレポートなんかで見ていたあったはずのね On My iPad って、まあ、これローカルのフォルダーがどうもね見当たらないんですよね。でこれおかしいなと思って、でこれ確かにないでしょ、これ左の上に。それでねちょっといろいろ調べたり、あるいはサポートにねちょっと聞いてみたんですけど、そしたらね一応やる方法がありますと。で、iCloud ドライブに何か任意のね、JPEG ファイルを入れて、今これ長押しするとね、こういうポップアップが出るんで、真ん中のね、移動っていうボタンをね、押すんだそうです。で、そうするとね、こういう画面が出て、まあ、この中のね、この iPad 内のどれか任意のフォルダーを選んでくださいと。だからそこに、まあ何か JPEG をまあ入れるわけですよね。まあ、それでまあ、とりあえずページズのを選んで、まあ、この右上のコピーボタンを押すわけですけども、まあ、そうするとね、お、ここにね、出たわけですね。この iPad 内というフォルダーが。で、確かにさっきの JPEG はここに格納されているということで、ただね、これ、一体なぜページズなのかな、みたいのもあります。で、これ同じことをもう一回やってみますけども、まあ、今度はナンバーズの方に入れてみましょうか、これ。で、ポンと押して、で、コピーを押すと。それで、この iPad 内見ると、Numbers と Pages が、まあ、フォルダーができてるんですけど、この階層にはね、ちょっとね、
新しいフォルダーとか作れなくて、そのナンバーズとかのフォルダーの中だったら新しいフォルダーが作れたりします。ちょっとこれ謎で、なんか裏が使わないとローカルが出ないっていう仕様が私はよくわかんないですよね。これで、これね、一般のクラウドドライブは、まあ、このアプリが入ってればね、このオンオフで切り替えが可能なようです。それでまあこの iCloud ドライブだけでなくて、写真アプリからですね、まあ、この iPad 内という、まあ、このフォルダーをね見えるようにするっていう方法がね、まあ、海外のサイトで発見したので一応ご紹介しておきます。まあ、これね、写真アプリから共有ボタンをね使って行うようですけども、まあ、大体ねこんな感じなので、まあ、ちょっとねこの必要な方は一時停止をして見てみてくださいませ。それでね、次ファイルアプリから純正メモにドラッグ&ドロップをやりたいと思いますね。それでまあこれメモアプリ立ち上げて、でまたこれスライドオーバーで、ファイルのアプリを入れました。でこれはね、ローカルのこの iPad 内というフォルダーの中の JPEG、これドラッグ&ドロップはね、うまくいきました。で、同じことは iCloud ドライブのフォルダーからも JPEG は可能でした。それでね、じゃあドロップボックスはどうかと言いますと、まあドロップボックス上のね、この JPEG を入れようとしてもね、ドラッグ&ドロップできないんですね、これね。それ結局どうやってやったかというと、一回タップしてダウンロードしたのの共有ボタンを押しまして、でこれコピーをして、でメモの側でペーストってことね、これ従来型のやり方になっちゃったんですよね。だからね、どうやらねこれ表示のされ方も違うなと思いましたが、これファイルアプリの場合はドラッグ&ドロップはね iCloud ドライブかローカルからしかできないんで、まあ、他社製のサービスでは従来型のやり方をするということですね。まあそれでね、結構多機能なんで、まあ、若干まとまりに欠けてしまって申し訳なかったんですけども、まあ、純正メモとね Apple Pencil 周りの強化は非常にねいいなと思いました。でファイルアプリについてはちょっとね、もうちょっと改善の余地があるかなっていう残念な仕上がりになっておりましたよね。ってことでね、まあ、まだね Mac のようなファイルの扱いにはならないようで、まあ、残念なんですけども、まあ、この純正アプリを中心としたアップルペンシル使いがね、まあ、充実していきそうな予感がいたしました。それでは今日はこの辺で。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。